ばんは。みんなお気づき、ちょっと前髪切ったの。もう我慢できなくて切っちゃった。ガガガ。今日暑い。いつも暑いね。昇格2周年イエーイ。おめでとう私。でもね、ありがとうみんな。じゃあお祝いしてくれてありがとうなんだけど、私実はあんまりね、その自分の記念日とか覚えてるタイプじゃなくて、人のことに関しては結構覚えてんだけど、そう、人の誕生日とかすごい覚えてて、今日もメイの、庄司メイの誕生日とかだったんだけど、基本的にその自分のことに関してはあんま私興味ないのかな、ひょっとしたら。そう、劇場オープンとかそういうの覚えてるんだけど、あの言われなく気づかなかった、その昇格した日、4月の、 あのコンサートの時とかは覚えてるんだけど、その何、俗に言う今日、え、昨日があれでしょ、あの昇格したというか、その昇格発表じゃなくて、昇格してその劇場 N3 として正規メンバーとして公演に出たのが昨日だったよってことでしょ、だそうです。みんなよく覚えてるね、マジすごいと思うわ。ありがとうみんな、ありがとうありがとう。じゃあみんないいですか、私今日好きなカフェオレと、これちょっといいやつ買っちゃったカフェオレが飲みたいのと、香るチョコミントワッフルスコーンを、はい、食べます。開かないなじゃあ飲みます。乾杯。お、美味しい美味しい。こっち開けたいんだけど開かねえぞ。聞いて、最近ね、私ラストアイドルがすごい好きなの。待って、開かないんだけど私最近ラストアイドルがすごい好きで動画見ちゃう。青春トレインめっちゃいい曲で、え、で、ラストアイドル好きな方いる？私大好きなんだよね、開かねえね、ラストアイドルだったら推しメン誰？私は池松愛理ちゃんと阿部ななみちゃん、系統は全然違うんだけど大好きな。ラスはよろしく。そう、待って、開かないんだけど、一応見てる。私は開かない。私はセンターの阿部ななみちゃんと、あー、開かない、開いた、センターの阿部ななみちゃんと、あとは池松愛理ちゃん。普通に阿部ななみちゃんはもうダンス、普通、あの、その何、好きな理由はもう本当にシンプル、超普通普通の理由で申し訳ないんだけど、あの顔が可愛い、スタイルが素晴らしい、歌が上手、ダンスが上手っていう、本当にあの飽きました、普通に本当にあの誰もが好きになるような本当に超普通な理由なんですけど、ベタな理由。で、好きなので、もう顔が超タイプ、スペック高すぎそうで、センターの子なんだけど、で、あとはあの、いたたらと目が痛い、池松愛理ちゃんっていうお姉さんキャラの子なんだけど、てかお姉さん、ダンスがめっちゃ上手、歌も上手なんだけど、顔も綺麗で、なんかその私は基本的にお姉さんキャラの人がすごい好きなんですよ。もう性格の良さがにじみ出ちゃってんの、もう、そう、大好き。いただきます。美味しいよ。私チョコミント嫌いな人とは仲良くなれる気がしない。ん？そう、なか、うん、チョコミント嫌いな人とはちょっと仲良くなれん。ってぐらい美味しい。美味しい。美味しいねね、これ本当に美味しい、大好き。
ね、チョコミント苦手な人なんで、マジでマジでわかん、もう理由がわからんわ。池松愛理ちゃんはなんか NGT にはいないキャラ。歯磨き粉っぽいから、違うから。歯磨き粉にチョコレートが入ってますかって話ですよ。マジで。うまっ。大好き。はぁ、美味しい。待って、意味わかんないからみんなこれ食べて、マジで。マジでこれみんな食べて、ほんと嫌いな人も食べて、多分考えが変わると思う。チョコミントってこんな美味しいのってなるから。そう、私実は昔は嫌いだったの。だけどなんかね、最近のチョコミントって多分食べやすくなったんだろうね。だから多分美味しく感じるんだと思う。これ何間かな、何ま、何のコンビニかな、ファミマじゃない、何まだろう、ローソンじゃないと思う、何ま、ロー、多分ファミマ。私何まって言っちゃうんだよね、何のコンビニって言う癖でさ。私さ、なんかわかんないんだけど、そのアイスどこの食べてた、友達が食べたらさ、どこのコンビニじゃなくて何まって聞いちゃうんだよね。ファミマしかねえじゃんって友達に言われるの。そう。なんかそう、メイにも言われた。この前そこ、メイが教えてくれたの、このアイス。で、このアイスすごい美味しいから食べてって、そう、東京女子流の今日誕生日のメイに言われて、どこのコンビニって聞くときは、何もあって聞いたから、メイに、いや、それ分かってんじゃんって言われて、いや、私分かってなかったの。これはファミマです。セブンティーンアイスのチョコミント好み美味しいよね。ね、でも私セブンティーンアイスはチョコチップが好きなの。美味しい。マジで美味しいんだけど。びっくり。美味しい。セイコーマート。で、セイコーマートわかんないんだよね。ね、最近。すっごい野球が流行ってるっていうか、野球ブーム、野球ブーム、野球がすごい盛り上げを見せてる。日本語下手か。最近すごい野球が盛り上げを盛り上げていて、盛り上がってて、そのマッシーとかすごいじゃん、ツイッター見てたら、もう野球チームがみたいな。そうね、今はさ、何をしてるの、その、あの、何チーム、何が今やってんの、そのチーム何は、待って、ちょっと待って、本当に分かんないわ。何、あ、みんな本当怒らないで、私は本当に野球知らないの、本当にごめんね、悪意は全然ないんだ、野球好きな人本当ごめん、怒らないで。その、誰が何をやってるの、何は。何で、チーム何がやってんの、そのなんかあるじゃん、パリーグ、セリーグみたいな。今はその、例えばサッカーで言うと J1J2 とかあるじゃん、何チームのどこがやってるんだろう。今は強い方、どっちもやってるんだ。セリーグとパリーグ、セリーグとパリーグはどっちが強いんですか。あ、セリーグとパリーグどっちも J1。 なるほど。
なるほどね。強い弱いはないんだ。それを最後に叩くのどういうこと？え、あのさ、あのセリーグのどこかのチームとパリーグのどこかのチームが勝った戦っていって、で第2試合パリーグセリーグのどこかパリーグのどこか、あれちょっと待って、基本セットパワー戦わない。あ、なるほどね。あ、分かった。みんなすごい分かりやすいね。あれか、セリーグのチャンピオンとパリーグのチャンピオンがチャンピオンを今決めて2で、最終的にその強い者同士がこうくっつくってことか戦うってことか。なるほど。どこが勝ったんですか？今年はセリーグとパリーグどっちが優勝したんですか？飲めない飲めない。あ、それが今から、あ、そういうこと、今からやるのか。まだやってるんですね。優勝候補はどこなんですか？美味しいよこれ、チョコミント。どこが優勝候補ですか？巨人。あ、マジ巨人だっけ。秋に決まるんだ。あ、まだまだじゃん。じゃあありがとう、おめでとうって言ってくれてありがとう。あの、なんか私の中学の時の高校か高校の時の先生が横浜ベイスターズが好きで、横浜ベイスターズだけは知ってる。もうその先生分かりやすいからさ、横浜ベイスターズが負けたらさ、すげえ機嫌悪いの数学の授業めっちゃ機嫌悪いので、勝ったらめっちゃね、授業始まる前にめっちゃ話すの。あの試合はあいつが、あいつが、ああいう良かったんだよって。そういう先生いるよね。タオルこうやってかけてんの、ベイスターズの。横浜ベイスターズはセリーグなんだ。どうやって分けてるの、そのセリーグかパリーグって。その年によって違うの？今年は君セリーグで、今年はこのチームパリーグでみたいな、ずっとそれは決まってるの？え、この間ローソンにも売ってんの？これファミマかと思った。あ、ずっと決まってるんだ。昔に決まってんだ。12球団言えるか？言えるわけないじゃん言えるかも。だって有名なやつでしょ、12球団って。行く？行ってみる？どうぞ。はい、と。ヤクルト。ヤクルト、ソフトバンク。巨人。阪神。横浜ベイスターズ。もうないよ待って、え、ジャイアンツって言った私。ジャイアンツ。あ、ま、マジか。ジャイアンツ巨人は一緒なんだ。はしまじ、それ初知り。北の方って何？北海道？どういうこと？ひ？ひ？え、わかんない。あ、え？え？終わり。ちょっともうごめん、わかんないわ。あ、待って、まだいけるかも。頭文字言って、頭文字。
頭文字言って。あーやばい。ちょっとごめん、ティッシュ取ってくる。やん。あ、カープ、あ、広島カープ有名じゃん。うん、あ、よかった、押してなかった。うん、日ハム、日本ハム、楽天、もう全部出たんじゃない。ロッチ、ロッチ、ロッテ、ロッテさん、ロッテさん、ロッテ、あ、うん、あとは、あ、待って、え、待って、ひょっとして私今思い降りてきた、ライオンズ、西武ライオンズさん、ほらほらね、ほら、あのソーダサリダさんがすごいファンじゃないですか。埼玉の電車、え、わかんない、埼京線、わかんない、あとはもう終わりかな。もう第12球団言えた、オリ、オリオン座星、オリ、あ、ドラゴンズさん知ってるよ、聞いたことあるに決まってる。え、あれじゃない、あの日高ゆずきちゃんはさ、私仲良くさせてもらってるけど、日高ゆずきちゃんはねえ、ドラゴンズさんだよね。ゆずきちゃんはドラゴンズじゃないんだけど。あとはもう私もう行ったんじゃない、一回落ち着いてみよう、落ち着いて数えてみよう。楽天、さっき楽天教えてくれたファンの方、楽天、巨人、ライオンズ、ドラゴンズ、阪神、ヤクルト、あの先生の、あ、ビオガマベイスターズ、日ハム、ソフトバンク、ロッテ、あ、広島カープ、あ、ラスト1個ないわ、もう、え、ライオンズ強なかった、あ、セーブ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 、あ、う、う、え、もうやめよう、これ。オリ、オリって何、オリンピック、オリックス、やばい、初知りなんて言えない、オリックス、でも多分聞いたことは絶対あるんだと思うけど、私野球はあんま分かんないからごめんなさい。オリックス、よく頑張った、ありがとう、優しい、みんな、あ、イチローさん、あ、イチローさんは知ってますよ、毎週金曜日にカレー食べてる人ですよね。こんばんは、奈良子ちゃん、ありがとう。私これもう12球団言えるから野球詳しいわの。
うまっ。その、じゃあ陸上チームで例えて、旭化成はどこ？例えば一番強いのが巨人？あ、ソフトバンク？なるほど。なんで旭化成例えてよ。トヨタ自動車は結構その、じゃあ私が言うね、もう絶対的エースみたいな、なんだろう、ドラフトもう1位級の選手が毎年入って超いい選手が多くて、そのなんだろう、エース級の選手がたくさんいらっしゃるのが、そのあれよ旭化成。そのた、みんなどこ？巨人？なるほどね。巨人。あ、落ちちゃった。落ちちゃうなー。ピエンです。あ、ピエンいっちゃうのね。お姉ちゃんに嫌われる。巨人、なるほど。ジャイアンツ？うん。あとは、巨人ね。じゃあ、旭化成は巨人。みんな覚えて。これみんな覚えてください。じゃあ、え、読売？私読売って、読売ってどこのチームですか？え、みんなそのさ、そう、みんなそのさ、巨人のそのなんか呼び名がいくつかあるところ、あの一個にしない？呼び方一個にしよう。私分かんなくなっちゃうからさ、そのジャイアンツ？え？巨人ってめっちゃ呼び名あるんだ。みんなそのさ、え？読売ジャイアンツを略して巨人と言います。全然略してないじゃん。略す？全然違う言葉になってんじゃん。え？それも間違いじゃない？マジで言ってんの？え？それはちょっと割と意味がわからなすぎたんだけど。え、DeNA は野球チームってある？横浜ベイスターズが DeNA なの？やば、難しいね。え、頑張って覚えよう。え、じゃあトヨタ自動車は？そのトヨタ自動車はそのなんていうのかな、例えば陸上でいうトヨタ自動車はもちろんチームとしても強いんだけど、そのなんだろう、チームとしてより個々がめっちゃ強いイメージ。割とその服部勇馬選手とか、そのオリンピック内定してる選手がいたりとか、その結構個人競技が得意な選手が多いのがトヨタ自動車かなってイメージ。なるほど。では陸上でいうトヨタ自動車は、野球でいうとみんないろいろだな。みんなソフトバンク、ジャイアンツ、オリックス、いろいろだな。答え割れすぎ。
じゃあ GMO アスリーツっていう実業団チームがあるんだけど、 GMO はなんだろう、その青学の選手とか上部大学の選手が行くことが多いんですよ。もちろん今年は帝京の島貫くんとか行ったけど、基本的一番多いの青学の選手なのね。そういったなんだろう、出身元いたチーム、エスカレーターではないけど、割とは私ね語彙力なさすぎて引くんだけどそういう GMO はどこ、そうルートがある、そう割とルートがあるのが GMO なんですけど、あ、そうかドラフトなんだ、そっか、ドラフトね大変だよね、ドラフトで決めるなんて。え、なんか大変だねでもさ、陸上にドラフトがあったらびっくりだよね。陸上にドラフトがあったらさ、どうなるんだろうね、みんな正直さ、あ、待って、え、ドラフトって何月にやってるっけ、その野球の、いつでもいつ頃やってます、10月か、そうか、出雲終わった後か。じゃあなんかさ、もし陸上に多分ドラフトがあるとしたら、いつやるんだろうね、4月と、意外と多分でも早いと思う、もう10、だって箱根駅伝がまずさ、1月にあるじゃん、で1月の下旬には都道府県対抗駅伝があるわけじゃん、だからさ、その後2月にあるじゃん、2月に決まってさ、4月から入社って大変じゃない、え、そんなあんま関係ないだってそんなすぐさ、ホイホイって決めれる、だからなんだろう、そう、もっと早くの方が絶対いいじゃん、だったら。でもそうね、10月はもう箱根じゃなくて全日本がいつも始まっちゃうから。でもやっぱ8月は夏合宿があるからさ、7月だな、これは決めた。6月とかはやっぱインカレとかがあるから、インカレで結果を出して、あの監督にアピールして、で7月にドラフト会議やって、8月から夏合宿で実業団に合流する。天才天才天才7月だよ、今月陸上のドラフト会議です。でも8月からはみんな実業団の夏合宿とかにも参加して、そのチームに入るかどうか決める。そう、あくまでも架空の話です。ってことはだよ、ということはもう今頃選手の方ヒヤヒヤしてる、どこに自分は、あ、じゃあ4年生限定にしよう、そのドラフト会議出れるのは4年生限定ドラフト会議出れます。学生喜ばないだろうね。でもリアルにもう結構いい、あの人気の選手、その速い選手とかは、いい選手はもうだいぶ早い段階で実業団決まってるからね、言うて今年のドラ1は吉田圭太くんじゃないでしょうか
もう全然私今日のショールームヨシケイくん、ヨシケイくん初めて聞いたんだけど、今日のショールーム全然趣旨ずれちゃった。そういうのってやっぱり実業団の方からアプローチあるんですよね。私も正直選手じゃないので、ほんと詳しいことは分かんないけど、そうなんだ。でも多分早い段階で多分実業団の方は目つけてると思いますよ。青学今日は聞き味テストやらないよ、もう疲れちゃった。疲れちゃうんだよ。キキチョコミントとかやりたいけどさ、チョコって溶けちゃうからダメなの。チョコじゃなくてアイス。カフェオレが飲みたいの。ねえねえ、カドちゃんさん全問正解したの本当すごいと思うんだけどさ、カドちゃん私さ緑茶縛りでやってるかと思ったらさ、なんかさいろいろウーロン茶とかなんかさいろんなお茶あったじゃん。ズルって思った正直。だから私カドちゃんに LINE しといた、緑茶縛りでやってくださいでって LINE しといた。そう、カドちゃんだって緑茶2個くらいしかなかったよねえ、そうなんかさいろいろあってびっくりしちゃった、うーって思ったんで。そう、ウーロン、爽健美茶、緑茶、麦茶とか紅茶とかいろいろあってさ、面白い。カドちゃん最高。そんなわけで私はウーロン茶飲むよ。うーん、おいしい。カドちゃんも二十歳そうだね。なんかさ、私インスタにさチョコミントの写真あげたんですよさっき。そしたらめっちゃいろんな人から返信が来る。あのフォロー、私がフォローしてる子、今あの家族の話で共演した白鳥アンナちゃんから返信来た。私大好きそれって来た。美味しいよね。ななこさん誕生日、いやだ、まだ誕生日来てほしくない。カフェオレが飲みたい。キキポテトチップスいいね。でも私そのさポテチ多分ね、もうしばらく食べてないから急に食べたら胃もたれしちゃうと思う。マジバーバー。私そう、私誕生日延期したんだってば。知らないのみんな。逆にだから、え、マジでさ、なんか私多分今年初めて一人で誕生日迎える気がする。アイドル人生初一人で誕生日迎えます。ピエン、あ、ピエン言っちゃった。お姉ちゃんに怒られるから言わない。え、そうだよ、誕生日延期できるよ。ちょっと手続きめんどくさいけどね、近くの警察に行かなきゃいけないの。ピエン行ったらお姉ちゃんに、私もピエン言う人好きじゃないって言われたからねえ、私さ本当に誕生日一人で過ごすのかな、悲しいんだけど。だって私一番アイドル始まって
もう一番最初の誕生日はまだその時握手会始まってなかったお披露目前だったんだけど、 NGT のメンバーが初めてこう集まってレッスンした日だったの。だからみんなにお祝いしてもらったので、そう、俗に言う合宿初日だったからね。そうで、そう、そこからずっとね、誕生日はね、というかさ、今さ、そのさ、なんだろう、誕生日はその今正直曖昧じゃん。なんかみんなにさ会いたいじゃん会いたいんだけど、そのさ、会っていいのか、どこまで一緒にこういていいのか、なんかその基準がよくわからないじゃん。特にさ、アイドルだからさ、発信ショールームとかさ、その発信の仕方とか気をつけないといけないし、なんか2人で例えば誰かメンバーがお祝いしてくれましたとかでもさ、なんかそれをしたところじゃ密って言われちゃったりとか、そのなんか基準がわかんない。どこが OK なのって思っちゃう。でもそれ正直正解はないと思うの。正直ね、みんなもそう思うけど、私も正解はわかんないけど、そうそう、なんか正解はわからないよね。だってもう東京様は本日100人以上、105人の方がコロナウイルスに感染されまして、そうなんだよね、悲しい。そう、100、私105っていうさ数字さ見た時に、え、なんか昔の消費税って思ったえ、なんか急になんかグローバルになったんだけど、コメントが、なんで、何急にコメントグローバルなんだけど、エンジェルソープリティだった、ありがとうありがとうありがとう、急になんかグローバルになった。急にインターナショナルになっちゃうじゃん。でも普通になんか普通に私のファンの方もなんか英語で言ってるじゃん、ちょっとなんか背伸びしちゃってるじゃんほらほら、 Yes I do とかもうそれしかわかんないじゃん絶対やばいやばいやばいって、ほら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 、みんな背伸びしてるじゃん、ちょっとわ、急にワールドワイド、私は I have カフェオレ、I have ウーロンティー I I my もうやめよ、アイナアイナ英語頑張ろう。こう見えても高校3年生の時に英検2級取ってますこう見えても本当に。でもね、よくさ英検2級すごいって言ってもらえるのだけどさ
マジで全然すごくないの。だって私高2で撮って高3で撮ってんだもん。けどみんなにすごいさ、え、2級も撮ってるんだって言われるんだけどさ、あのさ、英検2級でそう高校卒業レベルなの、レベルなのよ。高3で撮ってるから普通なのよ、正直。そうだから全然すごくないの。なのにめっちゃみんな褒めてくれるの。そうなんですよね。三級です、おめでとうございます。私の学校なんか英検取らなきゃいけなくて、なんか三級か2級を取らなきゃいけなかった。準2かな、準2か2級取らなきゃいけなくて、私、あ、違うな、3級か準2だ。英検3級か準2級取らなきゃいけなくて、私はなんか最終目標2級だったので、別になんか3級って受ける意味あるかなと思って。私3級取ってるんだ、いや取ってないよ、私準2から取ったんだよ確か。3級取ろうと思ったんだけど、いやその時も高2だったからすでに、いや私3級遠回りしてる時間ないわと思って、確かに準2から受けた気がする。まあね、一応意味は、まあそうだね。え、なんでこんなにさコメント欄グローバルなんだろう、びっくり。普通免許2級って何？2級の免許なんてあるの？免許って何級まであるの？2種？何2種って？え、みんなそのさ ATMT どっちなの？みんな MT 取ってんの？わ、すごい、みんなすごいね。MT 取ってるんだね。AT の子もいる。すごいね。だって、お、マニュアルか。マニュアルってさ、マニュアルって何？わかってねえの。そう、私のお母さんも MT だよ。ねえ、そう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 ってめっちゃ言ってる人いたけど、何マリちゃんの真似？そう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 。やっぱ怒られる。怒らないけど、マリちゃんは。こばは、こんばんは。ギアチェンジを自分でするやつだけだね。え、ギアチェンジって何？クラッチっていうペダル、クラッチって何？なんか宝くじみたいな名前だね。ギアチェンジって何？やべえマジで。分かんないや。
みんなすごいね、 MT 持ってるんだね。勉強欲しいぜ。私はなんか資格取りたいな、もう一個取りたい。だってさ、こんなにさ、正直さ、暇になっちゃうとは思わなかったからさ。いや私本当マジでなんかさ、ちょっと2月3月ぐらいだね、2月下旬ぐらいからさ、ちょっとさ、コロナの雲行き怪しくなったじゃん。ちょっとこれやばいんじゃないか、これ結構なんか4月ぐらいにピーク迎えるんじゃないかみたいな予感がしてきたじゃん。でさ、3月入った時に私は勝手ながら4月がピークだって思ったの。4月がピークで5月からちょっと落ち着いてきて6月にはもう完璧って思ってたのね。みんな思ってたよね、私だけそう思ったの。もう私の誕生日なんてもう何もないと思ってたの。ちゃんとみんなそういう何、そういうコロナとか何もないと思ってたの。そしたらどんどんね、なんなら今だって100人もいるんでしょ。そうだからさ、なんかさ、5月の時とかはさ、秋口は大丈夫でしょって思ったけど、今もうそれすら言えない状態だよね。もうなんか秋口にコロナ収まってるのかなって、それすら分かんないよね。あと2年はダメなの？いや分かる、東日本女子駅伝中止なのマジでもう頭抱えてはね、マジかって思った。なんかちょっとなんか恐れていることが一個ずつなんか進んでいってる気がする。まあでもさ、駅伝ってさ、そのサッカーとかはさ無観客でとかできるじゃん、野球とか。駅伝って別にスタジアムを借りてやってるわけじゃないから無観客が絶対できない競技、プラスもう駅伝っていうスポーツ自体が言ってしまえばさ、もうみんな一区からさ密になって走るわけじゃん。だからお願いだから、もう全日本のもう秋口に収まっててって感じ。本当にピエン言っちゃダメって言ったじゃん、奈良子ちゃん。本当にお姉ちゃんに怒られるから。いや本当に悲しい。ピエンだよ。だからさ、みんな本当に、いやなんかさ、ちょっとでいいから外出するの我慢しようって思うよね、本当に。ねえ、ねえ、奈々子さんの舞台いつやるの、本当にそれ。でも正直、分かんないけど、私もマジで何も聞いてないから分かんないけど、今何も聞いてないってことは多分ね、年内はやらないんじゃないかなって思うな、私は。多分ね、分かんないけど。
だって今もう7月でしょ。7月の段階で聞いてないから多分年内はやらないと思う。多分ね。いや、わかんないよ、マジでわかんないけど、だってもともと入ってる舞台がもう11月ってあるわけですよ。延期ポンってできるわけじゃなく、その空いている、例えば立候補会だったら立候補会を空いているタイミングで使わないといけないじゃん。でももう例えば風強の前に多分11月の舞台が多分決まってると思うんですよ。多分立候補会のスケジュールも多分抑えられちゃってるから、他の演劇とかでね。そう、舞台が風強しかなかったらいいんですけどね他の舞台もありますからね。そう、もうだからなんならもう私ね、もう分かった、最近アイドルがファンの方のところに行って公演する、もうオレンジ広いですよっていう人はもう名乗り上げて行くから、そこみんなでそう、オレンジマジで広いですみたいな、オレンジマジステージ並みに家ありますって方いたら、 NGT メンバー5人ぐらいでちょっと公演やるから、そこでそう、ちゃんとそのステージね、ちゃんとそのバビリがこう7番ぐらいまであるといいねふ16人来ちゃうとちょっと密って言われちゃうから5人ぐらいで行こう。そう、そうで、ちゃんと見に行く、それやろう。で、車移動ねお迎え来てみんな関東圏の方ね、新幹線とかに乗っちゃうとあれだから、みんながその車で来てください、新潟まで家行くんで。お願い、あ、選抜はごめんなさい、選べないです、ごめんなさいね、ごめんな、それはごめんね、マジでこっちで私が決めさせていただくんだけどゆめよなあぴよ、あーゆめよなあぴよいいですね、いいよ。いや、ななこはちょっとその朝、その日の朝に決める。ちょっとななこ今日ちょっと寝れなかったなって時はちょっと他のメンバーが行くんだけど、そう、あー今日よく寝れたわって言ったらななこ行くわそういう感じで。西コンビ、あ、いい、西コンビだといいんですけど、その西コンビだと体力的にちょっと問題があって、ちょっと出演時間が10分ぐらいになっちゃうんですけど、ごめんなさい、本当そうなんです、多分その青ちゃんとかだと30分公演なんですけど、その西だとちょっとすいません、ちょっと短くなっちゃうんですけど、いいですか、それでもいいです、いいんだったら、結構積極的に給水時間がちょっと欲しいんですけど、ごめんなさいね。そうなんです、ちょっと西はちょっと西で行っちゃうと、まずその最初の車の段階で移動疲れが結構溜まっちゃって、もう家着いた時には結構体力がない状態なので、ごめんなさいね。西はそういうところあるんで、ごめんなさい。長野メンバー、あ、
長野メンバーいいですね。その結構安藤力っていう結構ガッツがある子がいるので、はい。力はその結構疲れても結構頑張ってくれるので。博物館に行きたいな。サヤリンも、サヤリン、なんか話、確か私1ヶ月、1年前の今日、そのそんなことじゃなくて、その今の時代ツイッターとかやってるからさ、その子が何をしてるかって正直わかるじゃん。あ、リンカちゃんアイドルしてるなとか、あ、この子ダンスの練習してるんだとか、だから別にわざ何してるかわかるからさ、正直なんか勝手に会った気でいる。あー、この人舞台やってるんだ、すごいねみたいな。そうそう、だからわざわざ今私新潟にいるし、みんな東京にいる方が多いからさ、聞かなくても情報が入ってくるから、わざわざなんかその、ね、連絡取る必要もないんだよね。だから全然連絡取ってないけど、マジで家族の話は再演がしたい。ねえ、再演したいよー。ジョーステもやりたいけど、みんな言っといて、誰にって感じだけど、再演したいから言っといて。再演したら役は、コウタ主演やっちゃう。私コウテ、山本コウタ役やるから。そう、ギター持ってそう、私コウテやるから。いいね、ありがとう。山本浩太です。でもなんか大変だよね、俳優さんって。何の役か、でもなんかなんだろうね、何役やるんだろう、まだ出てもないのに。でもね、まきちゃんは難しい。でも意外とそのやってみたい。美咲役はちょっと嫌なかも。いや、嫌じゃないけど大変。やっぱまきちゃんかな。というかまきちゃん伸び伸びしてやりたい。なんかあのコウタ、もしまきちゃんやるとしたら、その告白シーンが欲しい。大輔に好きっていうシーンがあると、あ、この子は大輔のことが好きなんだなって伝わるじゃん。もうさ、まきちゃんさやってみてさ、一回も大輔に好きとかいうシーンはないのに、その好きっていうのをアピールしなきゃいけないから難しいんだよね。そう、告白シーンがあったらさ、あ、ノクは大輔のことが好きなんだっていうのがファンの方、お客様に伝わるけどさ、そう、でも打ち上げの時に吉田さんが、もし今度まきちゃんの、あ、家族の話再演するとしたら、あのまきちゃんの歌作ろうって言ってた。なんかその歌歌ったのは大輔とこうだと美咲だけだったじゃないですか。そう、もし次
マキちゃん、あの家族の話やるとしたら、なんかマキちゃんの歌があるのもいいねってした。なんかそのダイス、ダイスケは、あ、コータはその落ちぶれた感じでしょ。で、ダイスケはミサキのことが好き。ミサキは、ミサキもなんかまあダイスケのことが好きって言ったじゃん。マキちゃんは片思いしてるんだけど、それを隠してるみたいな曲があったらいいねって言われた。そう、マキちゃんソングあったらねって言ってた。こんなこと言ってさ、もしさ次さ家族の話再演するって言って何も声かからなかったら逆に悲しいんだけどこんなにここまで妄想しといてさこんなにできたらいいねとか言っといてさいつの間にかキャスト発表されてえみたいなありえるから、そういうこと全然本当に。そしたらマジみんなで慰めて、てかマジそしたらみんな一回集合しようマジで。キャスト発表した瞬間に私ショールームやるから、はいみんな集合みんな聞いた、みんなちょっと待って一回集まろうみたいな、 I have fun 集合みたいな、どういうことみたいなマジで西村ファンみんな集合させるから。そしたらちょっと待ってみたいな、今発表してるよね、見た、えニュース見た、えみたいなどういうことみたいな。え、マジ、そしたらさ、大町でさ、多分、やるとしたらまた本番やるかもしれないじゃないですか。マジ、初日の日押しかけよ。私、旗作るから、こうやって西村軍団って。え、みんなついてきて。なんか、やたらと、なんか、結構ファンの人が、占領してるねって言ったら、大町の入り口のところで、私、こうやって旗振ってるから、みんな来て。西村軍団。怒られるそう、それでちょっとイルミナさんが私の存在に気づいて東京公演からは出演するっていう最低。そうそう、あ、なんだかあれ東京からいるじゃん東京、あ、なんで、ええみたいな、入ったのみたいな、やろう。そう、急遽ダブルキャストで、もしくは長野駅でスタンバってよ。多分みんな帰りはどうせ新幹線で帰るだろうから、長野駅のこうやって善光寺口でこうやって待っててキャストが来たらもうさ、お疲れ様でしたって言って嫌味嫌味、あー、よかったですよ演技お疲れ様でしたーみたいな花道作ってあげよう出待ちしてあげようしないよそんなこと、しないよ、しないけどさ、しないけどさ、本当にさ、いや多分再演、正直私はない、あんまないと思うんだ正直。多分今のこのご時世でさ、できるかできないかの状態で発表したら正直さあんまり良くないからさ、まあまあ再演は多分厳しいんだろうけどさ、もしさマジで一回集合だから、本当に私本当察して、ツイッター見たみたいな、え、ニュース見た、なんか慰めるから、そう。ということで、ショールーム。終わりに。ということで、ね、最近髪がやっぱ伸びたよね。ということで、ショールームありがとうございました。また舞台ができることを信じて、お楽しみ、頑張りましょう。ということで、ありがとうございました。またねー。楽しかった、よかった。ありがとう。またねー。バイバーイ。